皆さんこんばんは、久保田圭です。今日も皆様にニュースと音楽を届けていきたいなというふうに思っております。ずっとね、朝配信していたんですが、朝間に合わないんですよね、昼もというのも最近私のね、身の回りのことが慌ただしくなっているというか、今までの生活とはかなり変わってきて、まあ、いろんな変化があって、とてもいいことではあると自分では思っているんですけれども、まあ、これからの活動も含めて今後どうしていこうかというところも含め、今いろいろとね、今作業に追われているところであります。といってもね、皆さんからは言い訳にしか聞こえないと思いますけれども、はい、申し訳ありませんということでね、今日もニュースをお届けしていきたいなと思うんですけれども、今日はね、来月に迫った、もう来週ですかね、再来週ですかね、イギリスの戴冠式についてのニュースをまとめて、皆様にお伝えをしていこうと思いますので、おそらく聞きたくないことも多いかと思いますけれども、お付き合いいただけるとありがたいなというふうに思っております。それでは愛ちゃん、よろしく。秋篠宮殿下夫妻はイギリス王室の戴冠式に出席するための招待状を受け取ったが、宮内庁内外では出席に関する懸念や議論があり、一部には天皇皇后両陛下が出席する方が適切であるという意見がある。また、秋篠宮殿下夫妻が海外訪問をあまり経験していないことについても懸念が示されている。一方、秋篠宮殿下夫妻は戴冠式への出席を果たすための積極的な姿勢を持っているとされている。特に秋篠宮妃殿下は王室に対して親近感を持ち、王室をモデルにして皇室を改革するための学びの機会として捉えているとされ、さらにソーシャルメディアを活用するなど、皇室が時代の流れに合った形でオープンになるための方策を模索しているとも言われている。また、戴冠式に出席することに興奮と緊張を感じているとされている。4月20日、秋篠宮殿下夫妻は天皇陵と皇后陵を参拝した。これは海外訪問前の慣習にのっとったものであった。宮内庁関係者によれば、2月上旬にすでに秋篠宮殿下夫妻が戴冠式に出席することが決定しており、秋篠宮妃殿下は3ヶ月以上にわたりドレスなどの準備を進めていたという。なお、今回のイギリス訪問で秋篠宮殿下夫妻が初めて利用する政府所有機は、天皇皇后両陛下、総理大臣やその他の高官が海外訪問する際に使用されており、航空自衛隊が運営している。秋篠宮殿下夫妻には宮内庁関係者約15名と外務省職員、皇宮警察官の関係者が同行する予定で、過去最大規模となる。宿泊費、食事費、レンタカー代については英国側が負担し、追加費用については日本側が負担する予定となっている。総理大臣の海外訪問にかかる政府所有機の費用は1回あたり約2億2000万円であると算出、報告されていた。秋篠宮殿下夫妻の英国訪問にかかる費用、同様の費用がかかるとされている。戴冠式に参列により、日英交流の歴史的瞬間が生まれるが、英国王室や英国民からの反応は冷淡である。参列するのは、すでに即位した王や女王であるため、秋篠宮殿下の参列についても疑問視されている。宮内庁は、ソーシャルメディアを活用した、積極的な情報発信をするために、皇室を設置したが、初代室長、藤原舞子氏の広報専門知識に疑問を呈する声もある。広報室の役割は、小室圭事件から生じた秋篠宮家と国民との溝を埋めることだけでなく、不適切な情報を発信する出版物に対処し、秋篠宮家への誹謗中傷に対応することである。この広報室の注目ポストは、ウェブに精通した人材を民間から登用する広報推進専門官と障害専門官である。マスコミが報じた皇室記事を無断で転載し、誹謗中傷が蔓延するニュースサイトの存在に対処するため、警察官僚を広報室長に任命した。
トップである鈴木俊夫氏は、警視庁の外事部長、対テロ部の一員、そして国際サイバーセキュリティを担当した内閣官房長官も務めた警察官僚である。国際ジャーナリストは、中国にはネットの工作部隊、アミ軍が存在し、海外で中国を利するような世論操作、プロパガンダをネット上に仕掛けているとされる。実際に日本では、中国人留学生による不正なデータ持ち出しやサーバー設置事件が起きており、日本でのネット工作では、中国の関与を隠せるメリットがあるという。歴史学者の小田部雄二氏は、宮内庁からの正しい情報発信がないことが批判の原因と指摘し、批判を誹謗中傷と一括りにされることが問題だという。皇室ジャーナリストは、秋篠宮殿下夫妻と悠仁が用がお忍びで九州方面へ旅行に出かけた際にも国民に向けて公表されるべきだと述べ、皇族の方々への敬愛の念が一朝一夕で湧くものではないため、未来の天皇への親近感を持つことが難しくなると警鐘を鳴らした宮内庁の広報不足が指摘されており、宮内庁の公式サイトは1999年に開設されたものの、ソーシャルメディアをはじめとする最新の情報発信手段には遅れをとっている。対照的に海外の王室では公式サイトやソーシャルメディアを積極的に活用して情報を発信している。宮内庁の情報発信への消極的な背景には、秋篠宮殿下夫妻が悠仁さまを世間から遠ざけようとしていることがあるとされる。広報室は迅速な情報発信によってデマや誤った情報を防ぐことができるとされているが、国民の中にくすぶる火種を完全に打ち消すことは難しいという見方もある。記事にはね、大きく分けて2つですね、戴冠式に関することと広報室と、私から言わせると陰謀論に近いんですけれども、中国の関わりというところで、2つの記事を一挙にお伝えしたような形になっていますね。まあ、戴冠式に関しては費用面だとか、まあ秋篠宮様がね行かれるにあたった経緯だとか、そういったものが書かれておりますんで、まあここについてはね、皆さんもまあずっとねこのニュース出てるわけなんで、いろいろと思うところはあるとは思うんですけれどもね、まあ本当に私がこの戴冠式の人選について思うことは、まあ一つですね、チャールズ国王が伝統を変えてまで、同世代といいますか、その皇太子、次の時代を担う、王様、女王様ではなくて、今即位されている王様、女王様をね、戴冠式に招いて、そんな風に伝統を変えたということの意味っていうのをね、宮内庁には日本政府には感じてもらいたかったなと思います。まあこれまでの戴冠式は皇太子クラス、次の時代の、まあ、天皇っていうね方たちが、出ていたというところは、まあ、出席されていたということはあるんですけれども、今回それを変えてまで女王、王様へ女王様を招いているチャールズ国王の気持ちを察してもらいたかったなと本当に思うんですよね。この戴冠式のことだけではなくて、社会のいろいろな問題において、これは日本の政治の問題だと思うんですけど、柔軟性に乏しい、決まったことしかやれない、だからこそ今の日本が世界から取り残されている現状、立ち位置にいるわけなんですけれども、本当にこの日本の政治の立ち位置というものがこの戴冠式にもよく現れているなということで、とても残念な気持ちというか恥ずかしいなっていう気持ちの方が強いですね。それでいてメディアの方は中国だとか韓国だとか、そういう国をまあ叩くわけですけどね、まあ叩くにももちろん理由はあるし、それは私も理解はしていますけども、まずは国内の方をしっかりとね報道をしてもらいたいと思うし、これ
今の日本の政治のあり方っていうのはメディアも大きな、影響あると思うし、メディアが他人事のようにそれを言うのはちょっと違うなって、メディアあなたたちが役割を果たさなかったからこそ今の政治があるんでしょって言いたい部分ではあるし、いつもメディアっていうのは他人事なわけで、本当にその姿勢っていうのにはイライラさせられるなって思うんですね。まあこれ私だけの感想なのかどうかは分かりませんけど、少なくとも私は、まあ政府、今の政治のあり方、政治のあり方、政治家の今の、政治活動について、政党の政治の関わりとか、そういったことの責任の一端はマスコミにもあるなっていうふうに思いますね。で、今回そのね、ニュースの中でマスコミが中国の、まあここは正直わからない部分が多いんですけど、まあ本当にこの陰謀論というものに近いような内容のものを出しているような気がしますね。まあ陰謀論と言ってしまっていいのかどうかっていうのは、今の私には判断はつかないんですけど、正直なところ。ただ、今私2年ぐらいですかね、この皇室のチャンネル、皇室系のチャンネルっていうものを2020年、正確には2021年かな、から本格的にやっているわけなんですけれども、この2年の間で感じたことは、確かに、海外の方が、この情報サイトをやっている、情報チャンネルやってるっていうのは昔から私は警鐘を鳴らしていたと言いますか、危惧をしていた部分で、何かプロパガンダというよりは本当に何でしょうかね、外貨稼ぎというか、それこそ、資金稼ぎという点でやってるなって印象がありましたね。まあ確かにその皇室についての悪い噂を流すという意味でやっていた経緯もあるのかもしれませんけれども、まあそうだな、その可能性が否定はできないのは確かにあるな。ただまあそれが鵜呑みにしていいかどうかわかんないですけど、連絡を何回か取ったことはあるんですけれども、その時に出てきた人は、まあ、東南アジア系の方々だったんでね、本当に中国とどう関係があるのかなっていうのはちょっとわからない部分がある。まあ、ただ中国の方々が東南アジアの方々使ってやるってことも、まあ、あるのかないのか、あるのかな、よくわかんないんですけどね。まあ、そういう可能性がゼロではないとは思ってるので、完全に否定はできないものの、その何か今その皇室の今の誹謗中傷を全て他人事のように捉えているメディアがあるんですよね。この誹謗中傷 の根本的な原因何かっていうと、説明不足なんですよ。私はそう感じてます。秋篠宮家の方々の国民に対する不安不満に対する説明不足、宮内庁がそういった情報を発信をしていない、政府もこの問題に関わろうとしない、その姿勢っていうのが国民の不安をどん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 助長させる形になってきているっていうのが一番大きな原因だと思うんですよね。それをこの何でしょうか、陰謀論って言ってしまっていいのか分かりませんけども、この陰謀論によってこの誹謗中傷が行われているかのような印象操作をメディアがやっていること自体、私はちょっと違うなと。メディアがもし本当にこの問題に真摯に捉える、取り組んでいくのであれば、皇族方のしっかりと説明を促すような、それを宮内庁政治家に問いかけるような、促していくような、そんな記事をぜひ書いていただきたいなって私思うんですよね。何かこのやっぱり日本人って陰謀論大好きじゃないですか。日本人に限らずかもしれませんけどね、今非常に世の中陰謀論でうごめいているというか、いろんな陰謀論が本当に飛び交っている中で、そういった情報っていろんな人の目を引く、耳を引くものだとは思うんですけれども、それを印象操作に使ってるっていう感じを私はすごく受けて、むしろ今のメディアの報道の仕方っていうのの方が危険じゃないかなって思うんですよね。本当に本質から目をそらせるような記事が非常に多く目立つので、しっかりとそのあたりを、まあ、受け取る皆さんにも考えていただきたいなとは思いますね。本当にこの誹謗中傷は、全て説明不足、本当に本当に単純な問題だと私は思うんですよ。秋篠宮殿下が
国民の前で、それは会見でいいんですけれども、しっかりと小室圭事件から始まったさまざまな疑惑、今取り出されている疑惑を将来の天皇として、将来の天皇家の当主として、国民に理解を求めていく、そんな説明をしていく、それが私一番の対策だと思うんですよね。でこの記事の中で最後に、やっぱりね、一つ思うのは、広報室が、迅速な情報発信によってデマや偽った情報を防ぐことができるというふうに思っている、それをそのことによって誹謗中傷をなくす方策を取るということですけども、まあ本当にそれが広報室の事実とだと、そういうものを事実として受け取っていると言いますか、それが本当に広報室が考えていることであれば、まさしくね、これからどん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 誹謗中傷は膨らんでいくというか、どん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 助長されていくんだろうなと思います。本当に広報室に考えてもらいたいのは、国民が理解をできる説明をどう皇族方に促していき、その情報を発信するか、これだけだと思います。ですからね、広報室、まあ室長がね、警察官ですからね、取り締まる方で、そういった国民感情はあまり理解を示さない方々じゃないかなと思いますし、今皇族方の近くにいる役職の方々はどうも警察官僚、元警察官僚が多いということなので、そういう一般国民の意識から少しずれてる方が多いんじゃないかなっていうふうには察するんですけれども、そういった方々が本当に国民が寄り添うという、国民に寄り添うというか、国民が本当に、国民が本当に皇室を敬愛できる、そんなきっかけを作れるのか、はだはだ疑問しかないですね。はい、ということで本日はここまでとなります。最後はね、告知を一つだけさせていただこうと思います。4月30日、参加者の方々プラスアルファの方々にはですね、昨日、女性天皇 .com からですね、メールを送らせていただいているので、一度メールを確認いただきたいんですけれども、集合場所、集合時間、開催日時、そして、その後行われる懇親会、この懇親会ではね、本当に今自分が心の中でっていうか、自分の考えの中でまとまりつつあるこれからの動きについて、先行で情報を皆さんにお伝えをし、皆さんというかその参加者の方にお伝えをしたいと思いまして、その資料を今一生懸命作っていて、時間が取られているってところもありますけれども、本当にこの日本を私なりに変えていく一つの方法を皆さんに示していきたいというふうに思ってまして、それを、この懇親会の方で、公開をしていきます。で時間ですね、12時から更新の方はスタートします。集合時間はまたメールの方で連絡をさせていただいているので、そちらを確認いただきたいんですが、懇親会の方はまたね、そちらも1時からの予定ですけれども、こちらも詳細に関しては、メールの方でお伝えをしています。メールばっかなんですけどね。でですね、この更新に関してなんで行っているかっていうと、やっぱり国民の皆様にこの皇室を身近に感じていただきたいっていうことで、節目節目で、皇室の節目節目で何かそういったあの皆さんにお伝えできるイベントといいますか、あのアピールができないかなっていうところの一環でパレードを行っていまして、ちょうど5月1日が、即位された日、令和が始まった日ということで、その前日に、祝賀パレードっていうことでやっていきたいというふうにも考えていて、今回計画をさせてもらってるんですね。で今参加を表明いただいている方もそうですけれども、これから参加したいなと思う方おられましたらね、ぜひ概要欄をねご覧いただきたいなと思います。この動画の概要欄に私の連絡先記載させていただいておりますので、そちらの方にご連絡いただければ、私の方から、詳細のメールの方は送らせていただこうというふうに思っておりますので、参加される方ぜひね、一緒に東京の街中を歩いていきたいなというふうに思っております。はい、ということでね、懇親会その後やるんですけど、懇親会だけの参加も私は認めております。時間的な都合で、その時間からしか参加できないっていう方はぜひ懇親会だけでも構いませんので、
何でしょうか、ご参加いただきたいなと思います。パレードに関しては費用は一切いただいておりません。ただ懇親会に関してはですね、あの何でしょうか、人数割りします費用を人数割りしますので、私も含めた人数で割りますので、そのあたりだけご了承いただきたいなと思いますし、まあ、そのあたりの目安の金額とかも含めてね、またお伝えはしていこうというふうに思っておりますので、そんな金額、高い金額じゃないです、本当にお茶するぐらいの金額なので、全然そのあたりはお気軽にご参加いただけるんじゃないかなと思います。ひとまずはね、わからない子だったら私に連絡をくださいということで、本日はここまでとします。また次の動画で皆様にお会いできることを楽しみにしております。それでは皆さん、本日はお疲れ様でした。また明日から頑張っていきましょう。